田生命 J リーグ。6連勝達成のきっかけとなったガンバを再び叩き、いい流れを引き戻したいジュビロ。しかし序盤から主導権を握られる展開に。前半12分、ガンバ1丸から倉田、3バックの裏を突かれ危ない場面を演出されます。バイタルエリアうまく使われたね、ここはね。その2分後にはカウンター。ここは高橋が走って走って走り勝ち。粘りのディフェンスを見せると、いいリスク管理じゃないですかね、今夜ね。19分、ここまで我慢が続いたジュビロ、フリーキックのチャンスに中村。これを走り込んだ大井がドンピシャヘッド。ジュビロの大黒柱が今季4点目で先制します。今ヘディングの強さはやっぱり際立ってるね。しかし依然ボールを支配したのはガンバ。後半18分、パスでキープされファン・イジョの強烈ミドル。うわすごいよ、本当。あわやの場面も守護神カミンスキーの指先、ちょっと触ってるんだよこれ。ゴッドフィンガーでゴールを割らせません。ゴッドフィンガーね。20分、全員が高い守備意識を持ち、体を張ったディフェンスで1点のアドバンテージを死守します。すると26分、川辺からカウンター。川又が体を使いキープしファウルをもらいます。絶好の位置で再びフリーキックのチャンス。今度はふわりと浮くボールにアダイウトン、頭で合わせ追加点。冒頭セットプレー、すごいね本当に。いいボール蹴る。セットプレーを確実に生かし、最後まで粘り強い守備で完封したジュビロ、3試合ぶりの勝利です。ガンバはねホームだったんでボールは支配するなって感じはしたんだけれども、まあ、その中でジュビロのこう脇の部分うまく使われたなって感じはしたけれども、はい、3バックもね。ただ全体としてはうまく粘り強く最後まで守備をした、結果がねやっぱり勝利につながったのかなって感じしましたね。まあ、危ないシーンもねたくさん作られましたけど、でもセットプレーをしっかりものにして勝てるというのが本当にジュビロの強みですね。やっぱりね俊介のやっぱセットプレーの良さ、これがやっぱりこうこのゲームの中で際立ったのかなって感じしますね。はい、やっぱりね、いろんな球種を持っている。当然これニアサイドに対してはキーパーが出れないところにピンポイントで蹴ってる、うん、当然それに対しては大井がしっかりとそのポジションに入らないといけないんだけども、しっかりとここに入ってくればこう決まるよね、ボールが自然といいからね、はい、うん、それからもう一つこのシーン見てるのを先ほどとは違う、うん、少しこう野球でチェンジアップみたいな、はい、少しこうボールをこう抑えながらこうゆっくりなボールなんだけれども、これもキーパーが出れないところにしっかりと蹴ってる。さらにこれ中見てほしいんだけれども、川又が少しこうブロックしてるんだよね、自分のところにか来ないなと思ったら少しブロックしながらアダイウトンに打たせるコースを作ってる、うん、まあ、こういうことがこうやり込んでるからこそできるんだよねこういうのって、まあ、そういう中ではまあ、キックの質、それから中の入りっていう部分が非常に良かったのかなって感じしましたね。夏場の苦しい時期でも中村選手運動量も落ちないですし、ボールの質も素晴らしいです。すごいよ、本当にいい選手だね。はい、あんなに球種があると相手のディフェンスも迷いますよね。いや、ディフェンスも迷うしゴールキーパーも迷うんだよ。だから飛び出せないんだよキーパー。ああ、だからそれだけキッカーの質っていうのはすごく大事。しみじみと感じますよね。しみじみと感じた。そしてジュビロ今週の練習取材してあります。次節リーグ2位のセレッソと対戦するジュビロ。この日はどこからでも攻撃してくるセレッソを想定し、
ピッチを広く使ったトレーニングなどが行われていました。中央からもワイドからも攻めれますけど、やっぱり相手はどんどんパスつないだりとか、サイド変わった時にオーバーラップしてくる人数が多いので、クロスに対応できる中の練習とか、その前のスライドでしっかりと抑えられるような練習をしました。無失点にこだわってプレーしていけたらいいなと思います。そしてガンバ戦では芸術的なフリーキックで2アシスト、圧倒的な存在感で勝利を演出した中村俊輔選手。勝ってよしじゃなくて、内容も少しずつ求めていきましょうっていうような、やっぱボールももう少し握りたいし、守備ももう少し高めで取れるようにどうしたらいいかとか、次の段階に少しずつ移りましょうという。ジュビロがさらに上位を狙うために鍵となるのはボール支配率を上げ、自分たちが試合の主導権を握ること。次はもう少しボールの保持率というか、自分たちの時間をもう少し多くして、そうすればもっともっと得点っていうのも入ってくると思います。ホームゲームですので絶対勝ちたいと思います。今までと一緒に挑戦者っていうような姿勢とメンタルでやっていけば、これからの授業につながると思うんで、毎試合同じことを繰り返すだけです。まあ、一つはもちろんね、その、ボールの支配率、それを上回るっていうのもすごく大事だけれども、まあ、ただそれだけじゃなくて、やっぱりどういう形でこうセットプレーとか得点をするのか、それから守備に関しては相手のやっぱりこうキーマンになってくる、例えば柿谷であったりとか、それから杉本、それから蛍であったり総座であったり、まあ、ただ山村が出れないってことはすごくね怪我で大きいんで、まあ、そういう中ではしっかりとそういう選手たちをきっちり抑える、そういう粘り強い守備が本当にポイントになるんじゃないかなと思います。名波監督が目標とする勝ち点40というのが、勝てば次も達成されますからね。そしたらまた軌道修正で目標のね、今度は ACL とか優勝とか、そういう部分に持っていければいいんじゃないですか。できますね。ジュビロは明日午後6時半からホームでセレッソ大阪と対戦します。なんとこの試合チケット完売しているということで、前のスタジアムで勝利に期待ですね。